はい、こんにちは。今回はね、日ハムが札幌に移転してきてからね、現在までの間にいた助っ人の中でランキングをつけてトップ3を発表したいと思います。そして画面の成績は各助っ人の一番成績の良かったシーズンの記録をねまとめてみました。まあすごくごちゃごちゃしているのでね、まあこの選手懐かしいなーなどとね思った選手だけでもいいんでね、まあ見ていってください。まあ僕個人的にはね、身長がめっちゃ高かったボッツとかね、体がめっちゃでかいヒメネスとかね、すげえ懐かしい選手もね、まあいるんでね、まあ興味ある人だけ見ていってください。それでは早速第3位からいっていきたいと思いやーす。それでは第3位。はい、第3位はターメル・スレッジ選手です。はい、スレッジ選手は2008年と2009年、そして2012年に日ハムでプレーしました。来日1年目の2008年は序盤なかなか打率が上がらなかったんですが、交流戦あたりから日本人投手に順応していき、ご覧の通りの成績となりました。さらにこのシーズンはリーグ2位の得点圏打率3割5分5厘をマークして、勝負強さも光るシーズンとなりました。そして2009年は肉離れでの戦線離脱もありましたが、117試合に出場してリーグ3位の27本塁打とリーグ4位の88打点をマークし、リーグ優勝に大きく貢献しました。そしてね、スレッジ選手といえばもうこれだろっていうことでね、クライマックスシリーズ第2ステージの第1戦のね、楽天のね勢いをねぶった切るようなね逆転サヨナラ満塁ホームランをね放ちね、まあその他の活躍もあってね、クライマックスシリーズの MVP をね獲得しました。まあざっとね、このような勝負強さとパンチ力のある打撃を評価して第3位にランクインさせていただきました。続いて第2位は、第2位はレアード選手です。皆さんもレアード選手は2018年まで在籍していたのでご存知のことでしょう。レアード選手の日ハム時代を振り返っていくと、まず2015年の来日1年目は6月頃までは打率が1割台であり苦しんでいましたが、守備がいいこともあり栗山監督は使い続け、後半戦は持ち前の長打力が炸裂し、シーズンが終わってみればリーグ3位タイの34本塁打97打点を記録しました。そして次の年の2016年は前半戦から調子が良くオールスターにも選出され、この年は39ホーマーを記録。そして日本シリーズでも第6戦ジャクソンからダメ押しとなる満塁ホームランを放ち、日本シリーズ MVP も受賞。さらに2017年は32本塁打を記録し、球団外国人選手では史上3人目となる3年連続30本塁打を達成。翌年の2018年は怪我の影響もあってか26本塁打と4年連続30本塁打とはなりませんでしたが、この長打力とサードでの華麗な守備を評価し2位に選ばせていただきました。そして栄えある第1位は、セギノール選手です。はい、セギノール選手を選ばせていただきました。それでは解説していきます。まずセギノール選手は日ハム入団1年目の2004年からの最初からいきなり打ちまくり月間 MVP を獲得し、1年目の成績を振り返ってみれば打率3割5分108打点44本塁打と化け物クラスのとんでもない成績を残します。スイッチヒッターでこの成績は日ハムでこの先出てくるのか疑問になるレベルですね。次の年の2005年は前半戦調子が上がらなかったが、後半戦になると調子を戻して結果打率2割8分8厘で本塁打は31本。2006年は前半戦にスランプに陥りましたが、優勝争いをしていた9月に4割8本塁打を記録し優勝に貢献。そして日本一になった時には号泣さえしてました。そして2007年はシーズンを通して不調で打率2割4分9厘21ホーマーに終わりましたが、はっきり言って今の日ハムならこれでも全然いい感じだと思っています。はい、このようにね、2004年の成績を筆頭にスイッチヒッターではレジェンドクラスでも言っていいと思っています。これらのことから日ハム移転後最強助っ人1位をセギノール選手にしました。そしてこれからの日ハムをね、今日挙げましたトップ3のね、スレッジ選手、レアード選手、セギノール選手をね超えるようなね存在の外国人スラッガーがね現れればいいなと思っています。それではぜひ何か言いたいことがあればね、コメントに残してもらって、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではさようなら。